もともと AR の技術を調査していまして、そこにマイクロソフトの方からホロレンズというのが登場しまして、今までやれなかったことがこれでできるようになると、もう当時本当にショックを受けました。例えばこの膜圧の検査ですね。従来ですと2人かける1日がかりの仕事で髪を切って車に貼り付けてということをしてたのですけれども、それがホロレンズだと1人が2時間で準備ができてしまうと、仕事の劇的な改革もできています。ホロレンズの活用アイデアの一つに仮想検討というのがございます。今回の東宇治の例では大型のレーザー溶接機の設備の入れ替えの例でございます。まず搬入搬出が可能であるかどうか、また置く位置も柱の位置が悪かったりだとか、他の設備との隙間がなかったりだとか、いろんなことが事前に検証できますので、ホロレンズならではの利点だと思っております。今回マイクロソフトからレイアウトという標準ソフトが発表されることになりまして、ぜひこちらの方を使っていきたいと思っております。大変期待をしております。ホロレンズを使うことで現場の人たちが困っていることに対して、彼らが見ているものを我々も体感的に同じ感覚で把握することができます。リモートアシストというのはまさにそれを実現するツールでございますので、私たちもどんどん使っていきたいと今考えているところです。ホロレンズはただ単にデータを見せるだけの技術ではなく、ミクスドリアリティの具現化したデバイスだと思います。ホロレンズを用いて我々の働き方も劇的に変わっていくと私たちは信じて、また私たちもどんどん活用の幅を広げていこうとしております。